皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はギターの先生になるためにはどうしたらいいか、ギターの講師になるためにはどうしたらいいか、そんな話をさせていただいておりまして、1本目の動画ではすごいもう30分くらいかけて、心構えとか心得みたいなその話をさせていただきました。で、今回のこの2本目の動画では、もうちょっと具体的にね、どんなことをしていけばいいかとか、どんなことを計画していけばいいか、その話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、まあ、なんて言うんでしょう、そのギター教室 の、 そのやり方なんていうのはね、すごいめっちゃいろんなやり方があるので、一概にこうとは言えないんですけれども、とりあえず、まあ、2つ大きく分けるとするならば、大手の音楽教室に勤めて音楽講師として稼働するか、それともしくは個人として教室を開いて稼働していくかの2つのパターンがあるかと思います。それぞれそのメリット、デメリット、ちょっくらそれぞれ考えていってみますと、まず看板力というのは、まあ、その有名さというか、その知名度といいますか、その信頼度といいますか、ソーシャルプルーフといいますか、誰でも知っているブランド感みたいなのが、そんな感じでございます。この看板に関しては、まあ、大手さんは、ね、その二重丸って感じですよね。もうそのヤマハさんとか、河合さん、島村さん、山野さん、その辺の名前は、ね、すごいもう皆さんに知れ渡っているので、ヤマハの音楽教室です。なんていう看板を背負えるのはすごい大きなメリットかと思います。その点、個人というのはね、そのもうどこの馬の骨かわからないような人がやっているわけなので、アフタービートミュージックスクールってどこよって、滝沢って誰よというところからスタートしてしまうので、まあ、看板力という意味においては、まあ、大手の方がまあ全然軍配が上に上がるかなという感じでございます。というか、まあ、これが一番のメリットかと思います。で、その他に見てみますと、テキスト。まあ、カリキュラムということですね。大体の大手の音楽教室さんは、そのテキストを用意してくれていると思います。なので、まあ、言ってみれば、自分でカリキュラムを作る必要はないということ。レッスンするときは、このカリキュラムに沿ってレッスンしていけばいいので、まあ、正直、手間が省けますよね。その考える手間がすごい省けますし、あとその、もちろんその、ね、すごいお金をかけて練って、テキストを作ってくれているわけなので、それをなぞってレッスンをするだけで、質の高いレッスンを提供することができると。まあ、これはまあすごく大きなメリットかと思います。これもめちゃめちゃ大きなメリットです。その点、個人の場合は、ね、自分で作らなきゃいけないんですけれども、まあ、その生徒さんに合ったテキストを自分でオリジナルで作成できるというメリットがあるので、まあ、罰とは言わないです。ただ、手間かかるから、まあ、この辺に関してはその大手さんの方がいいのかなという感じはします。で、その次、テスト。これはまあ何かというと、その大手さんの場合は、入るときに審査とか面接とかその試験があったりとかするわけなんです。まあ、これはデメリットに数えるまでもなく、まあ、当然のことなんですけれども、アルバイトするときは面接をするじゃないですか。なので、そのヤマハさんという企業に入るためには面接が必要なわけですよ。河合さんとか山野さんの場合は面接が必要なわけです。まあ、当然のことなので、デメリットとして数えていいかどうかはちょっとわからないんですけれども、まあ、そういった試験があるというのは、まあ、一つ乗り越えなきゃいけない壁があるということで、まあ、ちょっと今、デメリットとして数えさせていただいております。その点、個人に関してはね、自分でやればいいだけだから、別にそういったテストとかは特にないです。もう自分が OK なら OK なんです。で、他に、環境。環境というのは、その発表会とか、そういったその側面というんですかね、そのプラスアルファの部分という感じです。例えば、ヤマハさんの場合、めちゃめちゃ大きいので、そのヤマハさん主催の発表会となると、すごいここ、ね、たくさんの方が集まって、すごいいい発表会にすることができるんですよ。で、その生徒さんも、ね、たくさん集まるから、ね、その生徒さん同士でもその友達の輪が広がって、すごい楽しいことになりますし、あと、でっかい、人が多いということは、ね、でっかい会場を借りたりすることができるので、すごい華々しく発表することができますし、こういったプラスアルファの部分は、やっぱり大手さんの場合はすごい強いですよね。その点、個人の場合は発表会といっても、ね、その自分たちで用意しなければいけないので、やっぱりこう試行錯誤のバタバタなイベントになってしまうことも多く、まあ、この辺のノウハウの構築という意味においては、大手さんの方が全然上という感じですね。個人の場合は三角かな。×とは言わないですけども。で、最後、コスト。これに関しては、まあ個人の方が圧倒的に有利ですね。どういうことかというと、そのお金がかかるかかからないかということです。
ヤマハさん、島村さん、そういった看板を掲げるだけで、やっぱりそのお金がかかってしまうわけなんですよ。そのレッスン料から何パーセントという金額が引かれて、その自分の手元に返ってくるわけなんですけれども、その引かれる割合がやっぱり大きいので、その看板料がちょっと高いというのが、まあ、その一つのデメリットかと思います。コストが高いということですね。その点、個人に関しては特にその看板料とかがないので、まあ、その生徒さんからいただいたレッスン料がそのまま 100% 自分の収入になることもありますし、まあ、そんなに大きく引かれるということはないと。やっぱ比べてしまうと、その大手の看板料に比べてしまうと、やっぱりちょっとね、こちらはデメリット、メリットになってくるかなという感じです。なんとなくざっくばらんに書いてみると、こういう違いがあります。当然ですけれども、どっちがいいとか悪いとかそういう話じゃないですからね。どっちが向いてるか、どっちが好きか、どっちになりたいかっていう話ですからね。いい悪いじゃないですよ。それだけは本当にお気をつけくださいませ。で、ヤマハさんの場合は PMS だっけかな。確かそんな感じの資格みたいなのがあって、そのヤマハさん独自の資格があって、それがないと、確か講師になれないとか。あるはずです。で、ヤマハさんとか、島村さんとか、山野さんとか、いろいろあるはずなんですけれども、ちょっと僕、その辺の細かいことは分からないので、もし興味があったら、ホームページとか、覗いてみるといいかと思います。そうすると、その応募の仕方とか、ね、その検定の受け方みたいなのが、紹介されているはずなので、そういったものを調べて、ちょっとプルッと受けてみるのもまた面白いかなという感じです。ただし、なんだかんだで、蓋を開けてみると、看板は貸すけれども、生徒さんを集めるのは自分でやってねっていうスタイルもやっぱり多いみたいなので、まあ、なかなかは難しいところですよね。そのヤマハっていうブランドを背負ったとしても、やっぱりその生徒さんを集まらないときは集まらないですし、なかなかその辺のやり方は難しいので、そのマネジメント力みたいなのはやっぱり大事になってくるかもしれないんですけれども、まあ、その辺の話は、まあ、経験者に聞いた方が良いでしょう。多分探せばいると思います。ちょっと僕の周りにも何人かいるんですけれども、そういう大手の講師の方というのも。ちょっと僕は大手の講師になったことがないので、個人ベースでちょっからお話をさせていただきます。個人でやるためにはどんなことをしていったらいいのか、具体的な話に行ってみましょう。まず、システムを構築する必要があるかと思います。何かその新しく PR とかその生徒さんの募集活動とかする前にシステムを構築する必要があります。具体的に言うと、まず場所。レッスン場所はどこにするかと。で、そのレッスン場所を借りるための、 その料金とかをちゃんとこう下調べしておく。あとでお金がないとか赤字になってしまうとかないように、ちゃんとあらかじめ料金を決めておく。で、その次、実際にそのレッスン料はいくらにするのかと。で、あと管理。お金の管理だったりとか、予約の管理だったりとかということです。この辺をまずしっかり決めておいた方が後々楽かなと思います。具体的にちょっと順番に行ってみますと、まず場所。手っ取り早いのがやっぱりリハーサルスタジオですよね。リハーサルスタジオ。どこの、ね、地域に行っても、どこの駅に行ってもあるようなリハーサルスタジオを利用すると。で、そこでその、ね、場所を借りたらいくらなのかをちゃんとこう下調べしておくということです。ただ、スタジオさんによっては中でレッスンとかする場合は別料金だよというパターンもあるので、必ず先に相談をしておきましょう。これこれこういうことで、ここでちょっとレッスンとかをしていきたいんですけれども、なんか料金とかどんな感じになりますかと。そうすればその、ね、こんな感じですよ、こんな感じですよって案内してくれるので、それに従って場所を利用させていただくと。すごい仲のいいスタジオだったら、ね、安くしてくれるかもしれないですし、その時間の予約とかも融通してくれるかもわからないです。ただ、中には、ね、その別料金ですって料金が高くなったりする場合もあるので、まあ、事前に必ず確認をしておくということです。やっぱり一番怖いのが、ね、そのスタジオさんがそんなことをしているなんて全然知らなかったってトラブルになっちゃうのが一番怖いですからね。そういったトラブルを予防するためにも、事前にスタジオさんならスタジオさん、何かこう CA 施設なら CA 施設に相談をして、料金体系とかをしっかり確認しておくということが大事です。トラブル防止ということです。で、その次はレッスン料。まあ、これは具体的にその生徒さんからいただく金額をいくらにするかという話です。月謝という形にして、その月額いくらでもいいですし、まあ、その単発1回いくらという形でも構いませんし、まあ、もしくは両方でも構わないですし、まあ、最初は、ね、いきなり月額という感じでやっちゃうと、すごい管理が大変になってくるので、多分ね、最初は単発でいくらという感じの形が一番やりやすいかと思います。生徒さんにとってもやりやすいですし、自分にとってもやりやすいですし、そんな感じが多分最初はいいんじゃないかなと思います。で、その次、管理。まあ、さっきも言ったとおり、そのお金の管理とか予約の管理ということです。
まずその自分自身とその生徒さんでその直接やり取り、そのビジネスとそのカスタ、ビジネスとカスタマーがいたとして、その直接レッスンをする、直接お金をいただくという形ではもちろんいいんですけれども、これが多分ね、5人、6人超えてきて、10人とかになってきたりとかすると、結構この辺の管理がね、煩わしくなってくるかと思います。その生徒さんが、ちょっと今日手持ち持ってないから、また今度でもいいですかとか、なんか言い始めたとか、もしくはその、ね、前回分もまとめて支払いしますみたいな感じだったときに、そのどの人からどのくらいもらって、どの人はどこでもらってなくてみたいな、そういった管理がだんだん面倒くさくなってくるというか、手前にやって煩わしくなってくると思うんですよ。そうすると、その何が起こるかというと、そのお互い の,、ね、その金銭授受にその不都合みたいなのが生じて、ちょっとこう信頼関係を失ったりすることもあるかと思いますし、やっぱお金のトラブルってお互いにとって面倒くさいじゃないですか。で、これをどうするかをちゃんとはっきりしておくということです。何かしらその銀行口座とかを用意して、ここにプールしていただく形でも構いませんし、何かしらそのペイパルとか、第三のサービスを使って管理していただくのも構わないし、もしくはそのスタジオさんとか、に協力してもらえるようだったら、そのスタジオさんの方にその支払いをしてもらって、スタジオさんの方でちょっと管理の手伝いをしてもらって、お金をいただくという形も良いかと思いますし、まあ、いろんな形があると思うんですが、どんな形にするかを最初に決めておくということです。で、予約の管理とかもそうですよね。予約の管理。生徒さんが1人、2人、3人とかだったら、直接メールでやり取りをすれば済むかもしれません。けど、これがまた人が多くなってくると、ちょっと管理が、ね、なかなか難しくなってきて、まあ、最悪、ダブルブッキングをしてしまったり、自分都合のドダキャンをしてしまったりとか、それとも生徒さん の, そのキャンセルが、ねそのね、伝わってなかったとか、この方にメールで連絡をしたけれども、返信がないから、この日、結局レッスンがあるのかどうかわからなくて、自分の動きがわからなくなっちゃったりとか、そういうときも多々あると思います。なので、そういったのを予防するために、まあ、直接メールでやり取りでもいいんですけれども、その前日の何時までに、確約をしなければいけないとか、もしくはそのインターネットの Google カレンダーとか、まあ、そういったウェブサービスを利用して、生徒さんもいつでも空き状況を確認できるし、いつでも予約できるし、という感じでその、ね、何かしらその外部の管理ソフトを導入するというのも一つの手かと思います。そうすると、ね、その生徒さんも楽だし、こっちも楽だし、トラブルも防げるしということで、ちゃんとこういうシステムにするというのをバッチリ決めておく必要があるということです。で、この辺をある程度このバーバーと決めたならば、次にやらなきゃいけないこととしては PR ですよね。PR。まあ、簡単に言うと告知です。告知。こういった YouTube とか、Twitter、Facebook、Vimeo とか、そういった、どんだっけあれ、忘れちゃった。Instagram とか。そういったその SNS とかを利用してもいいですし、まあ、ホームページとか、Google 広告とかを利用しても構いませんし、まあ、何かしらの方法でその PR をしていくと。先ほどの動画で、今日から俺は先生だと言えば、まあ、先生ですという話をしましたけれども、ここにこういう先生がいるよということをそのやっぱ、ね、その皆さんにその集中していかなければいけないわけですよ。そのお知らせをしていかなければいけないわけです。そうしないと、ね、ここにこういう先生がいるということを知らないまま過ごしてしまうので、来てくれることはまあ永遠にないとなってしまうわけなんですよね。なので、まあ、効果的にたくさんの告知をしていかなければいけないんですけれども、あるときはポスティングだったりするかもしれません。あるときは新聞折り込みかもしれない。ラジオ広告かもしれないし、社内広告、バス広告かもしれない。まあ、その辺のやり方はいろいろあると思うんですけれども、どういう告知をしていくのかというのもまた一つの戦略の一つになっていくかと思います。とりあえず、まあ、インターネットに関しては、まあ、無料でね、全部提供することができるので、無料で配ることができるので、まあ、やらない方が損って感じですよね。とりあえずやった方が。というかと思います。で、ある程度その生徒さんが集まってきたならば、その実際にその稼働をすると。稼働。で、基本的にそのお知らせをして稼働して、お知らせをして稼働してみたいな感じで、この辺をブラッシュアップしていくという感じです。で、たまにそのシステムを少し見直したりとかして、また PR、稼働、PR、稼働、PR、稼働という感じで、まあ、動いていくと。こんな感じになるかと思われます。で、この PR が、ね、うまくいけばその稼働が増えますし、で稼働がうまくいけばもっと PR ができますし、でこの辺でこ う, うまくやって、うまくやって、でさらにちょっとシステムを見直しして、という感じでやっていくと良いのかなという感じでございます。なんとなくイメージはつかめますでしょうか。お、なかなか長い動画だぜ、今回も。こんな感じです。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。なんていうんですかね、その、いろんなやり方があるんで、まあ、一言では言えないですよね。なんかザックバランってこんな感じなんですけども。とりあえずまあ僕のケースの場合を少しお話しさせていただきますと、僕自身は、
なんかアフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢ですって名乗ってますけれども、厳密に言うと、そのアフタービートの人間ではないですよ、厳密に言うと。滝沢ギター .com っていう個人事業を持ってるんですけれども、まあ、簡単に言えば会社です。会社じゃないんですけども、会社です。その滝沢ギター .com っていうその会社を持ってて、その僕はその社長なわけですよ。で、従業員がその何人かいて、でそのまあ、僕を筆頭にいろいろ稼働していくわけなんですけれども、アフタービートっていうそのお店に関しては、まあ、その場所を借りているっていう形になるわけですね。その社長である僕がこのお店にその出向いて、その実際にその場所を借りて、その生徒さんにレッスンしていると。ビジネス側とそのカスタマー側があって。で、まあ、お店はまあビジネス側ですよね。お店にその場所を貸してもらって、でその予約の管理とかもしてもらって、その生徒さんからの月謝も管理してもらって、その場所代を僕が支払うという形になっているわけです。こんな感じかな。こういうふうな図式になっているわけです。なので、まあ、そのアフタービートの人間っちゃ人間だけども、厳密に言うとアフタービートの人間ではないですよね。結構、商店会とかでね、当たり前のようにそのアフタービートですみたいな感じで顔を出したりとかするんですけども、その商店会の集いとかにするんですけども、まあ、厳密に言うとね、ちょっと微妙なところがありまして、こんな図式でございます。まあ、これは僕のモデルですけどもね、ここのお店がそのスタジオになったりするかもしれませんし、この中間が存在せずに、その直接生徒さんといろいろやり取りするときもあるかもしれません。これはまあどれがいいとか悪いとかじゃなくて、どの形をまず目指すのかって感じですね。はい、そんな感じでございます。なんとなく参考になりましたでしょうか。ちょっとまあ、ね、1本目の動画に比べると、しゃべる内容が少なかったのか、あっさり終わりましたけれども、こんな感じでございます。何とか参考になればいいんですけどね。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。ちょっとなんかこう、ギターの先生になるにはっていう動画のタイトルだとさ、なんかこう、動画のタイトルだと、なんかもうこういう話じゃなくて、なんかもっとこう音楽理論がなんたらかんたらって話かなってちょっと思ったかもしれないんですけれども、まあ、実際やっぱ大事なのはこういうところ。ですよね。割とその技術とか知識とかは、まあ、もう前提です。前提です。必要ないじゃなくて前提です。もうあること前提です。あること前提で、プラスアルファでこういうことを学んでいくということでございます。では最後に、もしここまでの話でなるほどなと思っていただけたならば、なるほどな、滝沢さんの話はなかなかためになるなと。なるほどな、なるほどな、うお、ちょっとやる気が出てきたぞ。明日からなんか行動を起こしてえなって、もし思ったならば、明日から行動してほしいことがあります。明日からもぜひ、もう早速行動してほしいことがあります。それは何かというと、またそんな話かよって感じなんですけども、簿記。あ、点こっちか。簿記3級の勉強をしてください。個人でやる上では、その青色申告、はほぼ必須になってくるかと思います。その開業届を出して青色申告の切り替えをして60万の控除をいただいてと、いただくことがもうほぼ前提になるかと思います。つまり、その複式簿記をある程度知っていた方が有利なんですよ。税金対策ということですね。今、なんで簿記3級を勉強しなきゃいけないのか、多分全然わからないと思うんですけれども、すごくおすすめです。大人になると、大人になるとというか、そのまあ、普通にその個人事業として、ね、活動するときには、必ず年に1回確定申告。というその、ね、手続きをしなければいけないんですけれども、このときにその、ね、複式簿記の知識がめちゃくちゃ役に立ちます。今は何のためにやっているかわからないんですけれども、そのときに、なるほどね、簿記勉強しておいてよかったわって絶対になるので、もしちょっと時間があって、その余力があるよという方は、簿記3級、ぜひ勉強してみてくださいませ。まあ、早ければ、遅くても2ヶ月ぐらい頑張って勉強すれば取れる資格です。早ければ2週間とか3週間で終わっちゃいます。多分自分としては1ヶ月あれば十分なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、1ヶ月、2ヶ月あれば全然余裕でできる範囲なので、もし興味があれば簿記3級、取ってみることをお勧めいたします。そうすると確定申告の時にすごく便利です。今は分からないかもしれないですけども、その時に多分こういうことかって分かっていただけると思うので、ぜひ興味があったら勉強してみてくださいませ。はい、そんな感じでございます。どうでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。次の動画は、質問にお答えをして、僕が個人的に思うことなんかをお話しさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは今回もまた長くなりましたけど、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。